サプリメントのない人生はどういう感じ僕がもう20年ぐらいサプリメントだらけの人生でしたずっと何かのサプリメント飲んだり食べたり噛んだりしててあの昨日もうサプリメント完全にやめましたやめなさいって言ってませんただなんていうの,あのいい食べ物栄養たっぷりの食べ物を食べたらサプリメントいらないと思ってて 最後のサプリメントはマグ,マグネシウムなんか深く寝れるようにそれを飲んでていらないと思ってカットしただからちょっと考えてみてくださいね今サプリメント飲んだらそれが本当に食べ物から取ったらいいんじゃないかなそれだけをシェアしたかった